はいどうも、天賦散歩チャンネル始まりました。天賦散歩の土橋ひろきです。本日の動画ですね、週刊実話杯最終日ということで優勝戦が行います。そしてですね、こちらの動画週刊実話杯の後編となっておりまして、9レースから12レースまで皆さんにお見せしたいなと思います。さあ、8レース終了時点でですね、私、13,550円負けております。さあ9レースから12レースの間にね、その13,000円の負けをね、取り戻したいと思いますんでね、頑張っていきたいと思います。はい、ただちょっと雨なんでね、結構硬い決着が多いんですが、まあそこら辺も狙いつつ、穴を狙いつつ、頑張っていきたいなと思います。9レースのね、思想の見た目なんですけどもね、3号車がものすごくよく見えましたね、深澤選手、ね、2号車関口選手なんで、スタートもね、先行すると思われます。そしてですね、雨の得意な大木選手の見た目がそこまで良くなかったのと、あとそのね、小林選手、ね、思想ね、結構いい感じで、大木選手より小林選手の方がね、かなり出てましたから、大木選手が売れるのであればこのレースちょっと穴目で面白いかなと思います。そして穴はね、浜田選手、はい、40戦が一番インコースにて思想を6-3出てますし、走路もね、若干乾きつつあって、ぶち走路になりつつあるのかな、これ、はい、で浜野選手、結構、ぶち走路得意な面がありますから、穴は浜野選手で行ってみたいなと思います。はい、3と5をね、絡ました車券をね、買っていきたいなと思います。9レースのね、回目、発表したいと思います。穴で浜野選手の頭から5の3678の前と、はい、で、思想よく見えた戸澤隆選手の頭からね、2着5番6番3の56の全流し、はい、買い足し込みで、5600円の買いとなっております。大木選手がね、立ち上がりあんまりよく決まってなかったように見えたんでね、果たしてそれはどう出るか。浜野選手が先行して小林瑞希選手を抑える展開になれば、深澤選手もね、一発あるかもしれないっていう感じですね。まあ、深澤選手の得意のぶち走路になりつつあるんで、ね、そこを期待してね、深澤選手に期待したいと思います。ではね、9レース、ね、見ていきたいと思います。はい、9レース、そうです。いや、3号車どうなるかな。そして5番車が行ってくれればいいんだけども、うわ、いけねえか、スタートいけねえのかよ、マジで。5番いけ、5番いけ、よし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 、それでいい、それでいい。あー、なんかなんだ、2番は2番、3番ちょっといるけど大丈夫か、これ3番がやばい、頼むよ。ああ、何してんの浜野、浜野は何してんの、おい、何してんの浜野は、本当に浜野さん、マジかよ。 8? 大波乱だろう。13。これはすごいハイドでそうだな。あらら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 。大満すごい入ってるな、これやば、あらららら、ら、やば、これは超入ってるじゃん。マジかよ、これ。9レースね、8号車審議になってたんですけれども、セーフっていうことで128で確定しましてね。うわ、128 3連単753,500円もつけてました。75万はすごいな。ここでぶち走路になってきたんでね、乾いたところ走れる
選手がねめちゃくちゃ有利な展開となり、後ろ選手が追えない状態になりましたね。いやーこれ取れた人すげえな、75万だもんな。うわーすごいよ、75万、当てたいわ。9レース外れてしまいましたが、10レースね当てていきたいなと思います。10ですね、質問の見た目なんですけども、良かった選手1号車か4号車か7号車かなと思います。はい、で1号車は君原選手がね0からコースタート決めて逃げ展開に持ち込むのじゃないかなと思っております。そしてですね20戦はですね6が先行するんですけども、五十嵐選手がさばいて上がってくるのではないかと思います。4号車なんですが、黒岩選手に行かれたらね結構厳しい展開になるんじゃないかなって私は思っております。はい、10レースはですね、1号車の君和田選手と7号車の五十嵐選手からね、やってみたいと思います。10レースね、買い目発表をしたいと思います。はい、1号車の君和田選手の頭から1の2347の前と、五十嵐和夫選手の頭から7の18の前ということで、買い足し込みでですね、7500円の買いとなっております。まあ、さすがにね、75万みたいな大穴はね、なかなか出ないので取れないんですけどもね、10レースもね、荒れてちょっと新たが出てくれたらねありがたいなと思います。はい、10レースね見ていきたいなと思います。はい、10レースねフライングがあって再発走ということで、さあ1号車のフライングなんですけども、さあどうか。はい、スタート1行ったかな、行ったね、よし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 、それで3も行ったで、7号車もいいスタート切ってる。あ、いい展開なんじゃない。五十嵐さん頑張れ、五十嵐さん、うわーマジか。頑張れよ君和田選手、やられんなよ。あーな、3にやられちゃうかな、それだけ勘弁してほしいんだけど。うわ入られたか、よしよし、かぶせるかぶせるかぶせろかぶせろ、よしよしよし、かぶせろ、よしよしよし、いいよいいよ。ああちょっと五十嵐さん早くちょっと黒岩選手やっつけてくんねえかな、抜け出す前にやっつけてくれ。あー甘くられちゃったよ。うわー8個ねえか、7歳になってくれ、それだったら頼むわ。無理か、734か、1と8がダメか、734か。黒岩選手もまだ逆転しそうな動きしてるけど、まあさすがに734かな。くぅ、また外れたかここで。あー734か。はい、734で確定しまして 45.5 倍ということで、10レースね外れてしまいましたけれども、11レースねまた、当てたいと思います。11ですね、質問ね、見た目良かったのがね2号車の神業選手、それとですね6号車の渡辺篤選手かなと思うんですけれどもね、ちょっと大穴をね狙っていきたいなと思います。大穴でね1号車の森谷選手でインコースが突っ張って、まあ、今の段階ではまだ売れてるんですけども、質問はねあんまり良くないのでね、
若干人気を落とすのではないかなと思います。そしてですね、3号車の中野典人選手がスタート遅いのでね、4号車の岩田博美選手が、好スタート切って、もしかしたら穴を開けるかもしれないという予想で、岩田選手なんかも最近ね、ちょくちょくね、追っかけてる選手がいるんですけど、8号車の黒川恭介選手をね、ちょっと狙ってみたいなと思います。 11S 大穴狙いに行きたいと思います。はい、11S ね、買いました。このレース、大穴狙いまして、1の頭の2348の前と、4の1568前と、8の1234の前と、はい、なんかね、ちょっと荒れ気配な感じがするんでね、ちょっと手広く買ってみましたね。はい、まあ、できればね、4号車の岩田博美選手が、ニートさんを潰すようなスタートをしてくれたらね、結構いい展開になるのではないかなと思います。はい、GHS 期待してね、見たいと思います。はい、GHS ね、発送でございます。スタートしました。さあ、どうだ ?2 位行ったか ?4 かぶせろ。かぶせらんねえか、ここで。8位で8位。マジか、かぶせとけ、かぶせとけ、よし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 、かぶせてくれ、よし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 、あーマジかよ、28かー、8頑張れ、おー黒川頑張ってくれ、黒川さん無理か、頑張れ、あーもう2の頭か、ここで頼むわ、それともう一回行ってくれ、森田さん、森田さんもう一回行け、入れ、よし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 、18 18まで行け、黒川さん頑張れ、入れさせ、18になってくれ、18ならんか、黒川さん頑張れ、いけまくれ、黒川いけ、よしよしまくれ、よしいけいけいけ、18 よし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 、18に当たりましたよ、ようやくこれはつける、よく抜き返してくれた森谷さん、そしてよく8来てくれた、マジでこれは大きい、18に買ってありまして、なんと3連単78,840円と、はい、で大穴ね、的中しまして、今日のプラスがね、確定しました。これでちょっと負けてはいたんですけどもね、はい、優勝戦これ勝負できますね、はい、よかった、780倍ゲットです。ジネースもね、頑張りたいと思います。12レース優勝戦の思想の見た目なんですけれども、2号車の松山選手がね、深谷選手に若干引っかかっているような感じで、もう少し出るかなっていう感じがします。それとですね、5号車の佐藤孝也選手、7号車ね、中村雅人選手もね、前に引っかかってた感じがするんでね、もう少し思想出てるかなと思います。伊藤信選手はね、かなり良かったですね、まあ、展開的に有利な2号車の松山茂康選手をね、軸に車検を買っていきたいなと思います。大穴で山田達也選手の頭もちょっとだけ買っていきたいと思います。スタートはね、おそらく5号車の佐藤孝也選手が行くと思うんですけれども、その佐藤孝也選手のスタートを突っ張ることができれば、松山茂康選手にね、優勝のチャンスがね、巡ってくるのではないかなと思いまして、松山茂康選手に期待したいなと思います。あとやっぱ佐藤孝也選手の頭も買っておこうかな、そんな感じで車検はね、買っていこうかなと思います。優勝戦のね、1回目をね、発表していきたいなと思います。はい、2号車の松山選手の頭から2の頭34578全取りと、そしてですね、大穴で山田達也選手4の2578の全取り、これね、ものすごいファイターになると思います。
でちょっと抑えとしてね、佐藤孝也選手の頭5-27の前頭利をね買ってみました。で買い足しね込みでいろいろ込みでね、合計金額8900円となっております。さあ最終レースもね当てて、ね、気持ちよく終わりたいと思います。それではねジレース頑張っていきたいと思います。はい、優勝戦ねスタートするところです。さあ佐藤、はい、松山さん行ってくれる？行ける？行けねえのかい、これやばいな。松山さん行けねえのか、スタートでやばい。よし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 、前田さんにやられちゃうの、そこマジでそれはやばい。抜き返せ、よしよしよし、抜き返せ抜き返せ抜き返せ、よし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 、やべえ、なんか信夫さん来てるんだけど、マジ、前田さんやめてくれ。うわ、信夫さん来てる、まずい。よし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 、かぶせかぶせかぶせ、よし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 、頼む、521、521か523でいいよ、頼む、523でいいかもしんない、523でいいぞ、それだったら、あ、521でいいぞ、521で頼む、521か52、あ、523でいいよ、それだったら、え、何すぐさせねえの、おいおいおい、てか松山さんさせねえの、てか松山さん入って、そこ、よし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 、よし、てか3着1でいい、3着1でいい、マジ3着1でいい、それだったらやめて、よし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 、オッケーオッケーオッケー、521521521でいいよ、あー7かよ、マジか。はい、優勝戦ですね、見事佐藤孝也選手の優勝ということで527で確定しましてね、私200円持ってましたからね、はい、14,760円払い戻しとなりました。はい、本日ね1レースから12レースまでやってきまして、収支の方をね発表したいなと思います。投資がですね76,200円で、回収が127,050円で、収支がですねプラス58,50円となりました。いやね、11レース78,000円当てたのがめちゃくちゃでかいわ。いやー助かった、78,000円当たって。ということでね、週刊実話杯の優勝者は佐藤孝也選手となりました。佐藤孝也選手優勝おめでとうございました。いやすごいスタートからね見事にね押し切って、はい、佐藤孝也選手らしいレースをね見せてくれましたね。佐藤孝也選手ようやくなんか調子がね上がってきたようで、今後のね活躍に期待したいなと思います。そしてですね、私もね久々のオートレース生観戦ということで、もうめちゃくちゃね楽しませてもらいました。もうやっぱりねオートレースはね生観戦が一番ですわ。いやもう今日はね楽しかった、本当に。しかも勝ってね終わることできたし、本日はねこちらね動画を終わりにしたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。チャンネル登録お願いします。